こんにちは、ゆうです。パズダの大坂です。とうとうやってきましたも言うてへんのに噛むようになってきましたね。はい、翔太の方おめでとうございます。はい、ね、今日無限サバカ芝居のやっていきたいと思います。3日連続で多分服装変わってないと思うんですけど、はい、ため撮りでございます。もしかしてね、その今ちょっと2月6日火曜日なんですけど、もう水曜日に動画撮った時間あったら順番前後してるかもしれません。はい、それではね、前回のこちらですよ。ほんまに2024バレンタインガチャ、2024バレンタインガチャ、あれはなんかようわからん動画だけじゃちょっとしまらんなと思って、はい、ちょっとね、いつも結構ほんまに引いたるとって覚悟持って引いてるわけですよ。はい、そこにね、ちょっと覚悟がもう全然足りひんかったなと思って、ちょっとね、まあ、リズレットとディーナ、ちょっとレア枠ってレア枠なんですけど、ちょっともうなまってるんですけど、はい、全然はいはい、気合入れて戦う顔して、はい、もう何が何でもディーナかリズレットどっちか出すという強い思いでガチャ行きます。購入履歴無料配布26個となっております。はいはい、それはではね、5回引きますね。この前と全く一緒に続きました、引ける回数。はい、それではね、バレンタインガチャ、ほんまにちょっとリズレットかディーナ欲しいんで、結構メインアカウントディーナとめっちゃ相性良くて、頼みますよ。まあ、1回目、レイランもね、結構好きで僕、はい、このイラスト、はい。まあ、でも、用事があるかないかって言われたらちょっと用事ないんですよね、はい。それだね、2回目です、はい。はい。よし、ここからスタート、ここからスタート。リズレット、ディーナ、リズレット、ディーナ。おちょっと待って、これってね、何のキャラやったっけと思って僕。こんなオリジナルのキャラいましたっけ、メアリスっていう。僕、唯一わかんないキャラが出ちゃって、ちょっと戸惑いを隠せないんですが、まあ、いいでしょう。はい。じゃあ、リズレット、リーダー。まあ、で、星7以上ってことですよね、これ。はい。あと2回ですね。あと3回だ。はい、チョコ。いやー、ちょっと。いや、でもこれ、金卵を挟んどいて、あ、昨夜っすね。はい、昨夜は、これであれですね。全部2個ずつ作ろうと思ったら、あ、でも足りるわ、全然。よし、OK。それでは、あと2回。こう、金卵が出た後に、確定演出出るっていう、法則があるので。よし、ほら、これディーナかリズ、あ、なんかリズレットが呼んでくれてる、リズレットに告白される気がする。僕ね、パズドラのイラストでノクタリア結構好きで、はい、ノクタリア、あ、これ全部作れる、あ、これ7コンボ強化武器になったのはこれでかいんで結構ね。チームのリアリティが全員違う場合、全パラメータが 4.6 倍、闇回復の同時攻撃で攻撃力発動、3コモが3コデジダメージか。ちょっと頭使いそうですね。ちょっと頭使うのはね、パーティー編成で、まあ、楽しいんですけどね。それでは、ラスト1章です。はい。最後に、僕にチョコをくれるのは誰でしょう。答えは、続きはね、あかん。ちょけたあかんねん。これ真剣に行くねん。それでは、行きたいと思います。はい、来い、来い、あ、ちゃんとそこ順番守るん、またカリンやん。カリンが幸せなら OK です。はい。それでは結果を見ていきましょう。はい、こちらですね。前回のちょっと最後の締めのガチャからと、続いて撮ってるんで、カンナがいますけど、はい。レイラン、メアリス、サクヤ、ノクタリア、カリン。見事に、靴僕結構獅子の中で好きなキャラたちが、はい、出てくれましたね。はい。っていう感じなんですけど、はい、どうしようかな、ちょっともう一回ぐらいちょっと引けそう、多分ね、12周年で石配ってくださるんで、あとクエストも13、14、15残ってるんで、はい、バレンタインどうしようかなっていうところなんですが、はい、皆さんはよかったね、コメント欄に皆さんの石の使い道とか教えてくださると嬉しいです。多分ね、新フェスゲンとかガチャドラとか、なんかね、アンケートでもらえるじゃないですか、いただけるじゃないですか、好きなキャラ選びますよ、みたいな。なんかもらえるような気がしね、ちょっとスーパーゴッドフェスで引くのもったいないかな、とか思ったりもしてるんで、はい。
どうかなとか思ってます。はい。それだけ今回ね、短い動画ですが、今回この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ皆さんのバレンタインの推しキャラとかも教えてくださると嬉しいです。もし、あと、この動画が良かったら、チャンネル登録、評価もよろしくお願いいたします。それでは今回のお相手は私、ゆうでした。バイバイ。